能登半島地震で発生から124時間が経った昨日夜、石川県珠洲市の倒壊家屋から90代の女性が救助されました。女性を発見したのは福岡県警の機動隊でした。福岡県警の機動隊は昨日、珠洲市の避難所で安否不明者の情報をつかみ、倒壊家屋でベッドに挟まれた状態の90代の女性らを発見しました。女性ははっきりと受け答えができる状態で、点滴による治療などを受けた後、地震発生からおよそ124時間後に救出されました。現地で活動している福岡県警第一機動隊の鹿所隊長は、もっともっと救える命があり、一つ一つの情報を大切に被災者に寄り添って救助活動に当たりたいとしています。福岡県警は今日午前3時に第2陣76人を派遣して現地での活動を継続します。